しばしで9時でございます。ただいまの気温28度、水温25度でございます。今日も暑い日になるのかな。朝夕はめっきり涼しくなりましたが、お昼中近くにはまた40度、そんな日になるんでありましょうかね。ウジアンさんからいただいたオロチ光た池の子、10匹になっております。昨日より1匹増えてる模様。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10匹でございます。全部を見てみます。本日特筆するべきことは、昨日2つの桶を一緒にしたこの水槽、その時には5匹だったと思うんですが、今はもう無数にいます。ざっと数するだけで30匹ほどは間違いなくいます。この下にもいるんだろうから、ひょっとして40ぐらいになったかも。すごいです。なぜか不思議なんですが、構うと生まれるような気がします。ここにも1匹生まれております。ここにも1匹生まれております。昨日もやはり生まれないので捨てようかなと思ってたものですが、よかった、捨てなくて生まれておりました。フジアンさん見てください。フジアンさんからいただいた小川ブラック、こんなに大きくなりました。この子、色はあまり濃くないけれど、すごくでかいです。横綱級であります。すごいでしょ？横綱級の女子ですね。上見で見てみましょう。どうですか、この体格。いい体格しております。まだ卵持ってるのかな。よし、卵取りな。よし、卵ついております。卵ついております。ん、もう生まれるかな。ひょっとして生まれてる子いたりして、卵トリーナ移動しました。上見でございます。上見でございます。
小川ブラックの水槽、こちら持ってきました。リセットしたいと思います。まずこれで卵があるかないか見たいと思います。ないね。はい、次行きます。もし張り子がいても食べられてるかもね。あれ、これ卵かな、もしかして卵っぽい気がする。あ、違った。卵ありました。2個、卵だです。こんな感じ入れます。もう一つありました。あれ、取れない。卵です。小川ブラックの卵。よし、もうないか。よし、ラストいきます。最初から卵かな、あれ。もうこの辺りに卵が出てきても良さそう。卵っぽい。よし、これでチェックしてみましょう。あ、卵です。卵、あれ違うか、無精卵か。あれ、いないな。あ、卵、フチにはついてないようです。やはりフチにはついてないようです。落としてるのをこれから探ります。水槽きれいになりました。そして卵もそこそこ回収できました。よかったね。この水をまた使います。さあ、元に戻って、はい、フジヤンさんから届いただるま、こんなに大きくなりました。フジヤンさんから届いただるまであります。上から行ってみよう。よし、いかがでしょうか、フジヤンさん、こんなに大きくなりました。